皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫72になりましたですよね。66の時に外国大学行きまして、69歳で研究合格ということでこの動画を作っております。趣味でねやってる動画ですから、いろんな企画やってますけど、全てどなたでもね無料で自由に参加できます。ぜひこの機会に動画登録とメールマガ登録やっておいてくださいということで、まあ今日何の話ということで、こういうことで最近ね、結構ね研究合格される方多かったんですよね。でまた面接までは行かなかったけど、筆記試験合格したという方も結構おられたんですよね。まあちょっと不運にして面接の方は不合格だったという方は何人もおられましたけれども、まあそういったね、どっちみち遅から早から合格できますからね。たまたまちょっと今回ね、もういまいちよくうまくいかなかったというだけのことですから、きっちりね練習さえしていただけましたら、まあ大体筆記試験合格してるという、それだけでね十分潜在能力ありますから、まああとはそれをねいかにこううまくこう練習で引き出していくかという、それだけだと思うんですよね。でいくつかのねメールいただいてます、合格された方でね。で結構こう、まあ、私もそういうね喜びのメールもらうと嬉しいですよね。はい。で合格された方ね、全員が結構ね古くからといいますか、2年前あるいは3年前からこのチャンネルずっと来てるという方なんですよね。うん、そういうことがほとんどでしたよね。でそういう方が言われてるのは、一つは毎日この動画見て、なおかつメルマガね毎日書いてますので、そういうメルマガを読んで、まあ、そういうのを励みにしてずっと続けてきて、やっと合格できましたということで喜びのねメールをこちらへ書いていただいて、でまあそれ見ますとね、やっぱりね相当量やっておられますよね、勉強ね。これね合格されてない方に言うとあれなんだけど、やっぱ半端な量じゃないんですよ。もう相当量やっておられますよね。でそれだけやって初めて合格できるっていうことなんですよね。でまあ3年間とか2年間ぐらいはずっとそういうことを続けておられたということで、皆さんそういう報告が来てますよね。うん、でまあやっぱりね、ずっと続けてきてよかったという、そういうふうに皆さん言われてますよね。ですからぜひこれ見られてる方で、これからもねそういう上級者を目指すということでしたら、やっぱり粘り強くずっとかなりやらなければいけないということですよね。そう簡単にバッと増えはいけないということなんですよね。でまあそういうのとはまた別にね、もうそこまで、望んでないんやと、そのもうこの程度でいいんですという、まあ、そういう生き方ももちろんあります。まあそれはどちらを選ぶかはね見てる方の自由なんですけれども、まあできることでしたらね上級者になっていただきたいなというのは、まあ、こちらの気持ちですよね。私の気持ちとしては、できる限り多くの方がねそういう上級者になって、英語世界とこううまく向き合っていく、エンゲージメントしていく、噛み合っていくという、そういうレベルになってほしいなというのは思ってこれ作ってるわけですからね。まあそれは、そういうのができてきたなっていう感じで喜んで見ておりますね。で英検1級って言いましてもね、国際的なレベルから見てその高いレベルじゃないんですよね。日本ではねステータスみたいになってますけれども、まだまだスタートラインにやっとついたというのは英検1級ですからね。そこからねいかにあと自分でどういう方向に向かって、どんなことをやっていくのかっていうのはこれからの話ということですよね。ですから、まだそこまで行ってないという方の方が数えくらいと圧倒的に多いねんけども、頑張ってくださいね。根気よくやっていけば必ず1級以上になりますからね。そこから上にね本格的な英語世界広がってるんですからね。面白さっていうのはそこから出てきますよね。そこ行くまでは結構苦しいですよね。ちなみに準1級合格されたということからも何通かメールいただいてますけどね、全員1級を目指してやりますと言われてましたよね。でね、まあ準1級と1級比べたら結構落差あるんですよね。その間のカフェ埋めるのはかなりしんどいですけどね。はい。それから思ったらね、準1級の時楽だったなと思って、1級はもっとしんどいなという、そういう感じですけどね。やっていけばね必ず合格できるということですよね。相当ね難しく感じますよね。初めて見たら、試験なんかね1級の単語ですか、あんな試験見たらもうねもうちんぷんかんぷんでどれも分かれへんわっていう
そういうことを言われる方結構多いんだけれども、ね、慣れていったらね、ああいうの、まあ、100パートで言われなくても、もうほとんど分かるようになってきたら、まあ、ニューヨークタイムズなんかでもスラスラ読めますしね、そうなってくると、まあ、面白みが出てきてね、ああこんなことあんねん、あんなことあんねんなということで、さらに発展していけるということですよね。で、まあ、今回面接試験を落ちられた方ね、あれちょっとね、うちの話するとね、今が私ここで面接1級面接とこういうのやってるでしょ。あれをこう参加されてる方ね、全員落ちてんねん、もうがっくりくるよね。はっきり見て、まあ、こっちのね、教え方、指導の仕方が悪いのかと、まあそうなのかもしれないですけどね、一応面倒見た方ね、はっきり言って全員してるんですよね、今回ね。それで一人ぐらいで取ってくれたらなと思ってたんですけども、残念ながらダメだったんですよね。まあまあ、次ありますのでね、はい、今回はね、あかんかったですが、次頑張っていただいたらね、次回ね、喜びの報告をこっちもできるというふうになりたいですよね。はい、今回は本当、面接特訓を取っていただいた方全員ちょっとあかんかったんですけれども、次回に期待ということで、まあそんなことをやっておりますね。まあめげずにね、やっていったらね、必ず突破できますからということですよね。で、まだまだそのレベルに到達してないという方はね、やっぱりかなり距離は遠いですけどね、やっていったら必ずいつかは到達するんですよね。はい、合格された方はみんなそう言ってます。2年間3年間かかったってね、言われてますよね。だからまだ道のりは長いですけども、やっていったら必ずそのレベルに到達しますからね。でそのレベル以上にいったらね、まあそんなに対して難しくもないのに、なんであんなに悩んどったんだろうという、そういう時は必ず来るんですよね。必ず来ますよ。諦めたらダメですよ。やめちゃったらもうね、そこで終わりだけども、やめないでやってる限りはね、突破してさらにその上行ったらね、なんで頃あんなんで悩んでたよ、こんな程度のことで分からんかったのかなって後で思えるようになったら知れたもんです。ということで今日も頑張っていきましょう。